ハレルヤありがとうございます。ホサなナ生隊の、えー、賛美、心から感謝いたします。また、ヘプシバ賛美チームの賛美にも感謝します。皆さん、お元気でしたかこのようにもう一度、えー、1週間後、えー、1週間が過ぎて、もう一度会うことができ、感謝いたします。今日は伝道の書7章、1節から14節の御言葉を通して、 賢い者の心は悲しみの家にありという題名で見言葉を語りたいと思います。今私たちは思春節、えー、レントを今過ごしていますね。この思春節というのは、えー、イエス・キリストの十字架,十字架と復活から、えー、40日前に遡って、この40日の間、神様の前に過ごす時間であります。この思春節は日曜日は。えー 守らないんですね日曜日は復活を喜ぶ日でありますから、えー、日曜日を抜いた、えー、40日ですから日曜日も含めれば46日の四巡、えー、節、連トを、えー、過ごします。この期間は悔い改めを行う期間であります。この40という数字には苦難や連達、試練このようなものを象徴する数字であります。この40という 数字を通してですね、私たちはこの主イエス・キリストの都をたどりながら、イエス・キリストの苦痛と、また死,に死を思い浮かべながら、私たちは自分自身の復活を、また変化を準備する期間として、この40日を守るわけです。第1ペテロ2章21節を見ると、 あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡を従うようにとあなた方に模範を残されたと語っていますね。イエス・キリストが私たちを呼ばれた理由、それはイエス・キリストの苦難の足跡に従わせるためであると語っています。なぜ私たちはこの苦難の足跡をたどらなければいけないのでしょうか。この世の中で苦痛、苦難を喜ぶ人はいません。 しかし、イエス・キリストを信じていない世の中の人も、この苦難の利益についてはよく知っているわけですよね。英語ではノーペイン、ノーゲインと言いますけれども、苦痛がなければ得るものもないというような意味であります。世の中の人も、ある程度の苦難がなければ、 私たちは得ることができないということを知っているわけですね。私たち、この聖書ではどのように訓練について語っているのかを見てみたい,でしょう見てみたいと思います。私たちがこの四純説を守るときにもっと考えながら深くですね、この御言葉をしっかりと悟ることができるようになぜ私たちが守るべきなのかを見てみたいと思います。今日の本文を見ると。 悲しみの家に入るのは宴会の家に入るのに勝ると語っていますね。また、今日の題名のように、賢い者の心は悲しみの家にある。しかし、愚かな者の心は楽しみの家にあると語っています。なぜそうでしょうかこの意味はどういう意味があるのかこの見言葉について、また苦痛の利益について見てみたいと思います。まず1つ目に。 悲しみの家、夢中の家に行くと考えるようになります。考えるわけですね今日の本文7章2節を見ると悲しみの家に入るのは宴会の家に入るのに勝る死は全ての人の終わりだからであると生きている者はこれを心に留めると語っていますね。夢中の家、悲しみの家に行くとこの人生の終わりについて目撃し。 私たち人間の結論について考えるようになるわけです。悲しみの家に行くとどうですか異家族の悲しみを目撃することになります。しかし、ほとんどの人はこの死について考えるようになると語っていますよね。その場所が悲しみだけではなく深い考えをもたらせるわけですね。全ての 人の終わりが死であると語っています。それで生きている者はこれを心に留めると語っています。私たちがこの死について、私もいつかは死んでしまうというその結論について考えなければいけないということなんですね。考えることが私たちに利益となると語っています。ヘブル九章二十九節を見ると、必ず死の 次には、えー、裁きがあると語っていますよね。審判のために、裁きのために私たちは準備するべきなわけです。このように、えー、いろいろなことを考えることになります。それだけではなく、ある神学者はこのように語ります。人間は、この苦難や痛み、悲しみに、 悲しみが私たちの人生に入ってくるときに侵略してくるときに自分の人生について深く考えるようになると語っています。ですからこの悲しみの家、夢中の家ですねまたその苦痛にあるそういう状況にあるときに私たちは 深く考えることになりますそして神様を見つめて神様の助けを求めるようになります神様に私たちの目が向くようになるわけですですですから私たちに利益となるわけですねではこのような苦難の状況が宴会に行くよりも勝ると語っていますねなぜ宴会に行くんですか パーティーすると、なぜパーティーに行くんでしょうパーティー、これは楽しみ、快楽を味わうために行くわけですよね。快楽を味わう、求めるのは楽しみながら世の中で受けるストレスを解消しようとするわけです。日常的なその生活から少しでも回避しようとするわけですよね。そして現実的なことから、 えー、逃げていこうとすするのがが目的がありますそのようにパーティーをしまた楽しみ遊ぶのはですね一瞬は私たちを現実から逃避させ私たちのストレスを解消するかもしれませんそのようなものが、えー、完全になくならなければいけないというわけではありませんけれども 私たちにとって完璧なそのえ解消方法ではないわけですよね。宴会に行くと酒を飲んで。その瞬間は忘れるかもしれませんけれども、その次の日に起きたらどうなりますか自分にそのまま問題は残っているわけですよね。酒を飲んだときはえ気分がいいかもしれませんけれども、結局は。 二日酔いになったり頭が痛くなったりまたもともとあったその問題が残っているわけですよねですからこの聖書ではこの悲しみの家に入るのがいいと語っているわけですこれは本当に葬式に出なさいという墓中の家に行きなさいということではありません苦難の中に入れということと同じなわけですね この聖書の御言葉を通してですね、なぜ私たちにこのような苦難が有益になるのかを見てみたいと思います。2番目に苦難を受けると祈るようになるからです。苦難を受けると祈るわけですよね。出演時2章23節から25節を見ると、何。 多くの日を経てエジプトの王は死んだ。イスラエルの人々はその区役の務めのゆえにうめき、また叫んだが、その区役のゆえに叫びは神に届いた。神は彼らのうめきを聞き、神はアブラハム・イサク・ヤコブとの契約を覚え、神はイスラエルの人々を帰り見、神は彼を城示ししされたと語っています。イスラエルの人々が苦しみのゆえにですね、神様の前に叫びました。 苦難があったからこそ神様に祈り求めたわけです。なぜ、いつ行ったんですかいつ祈りましたかそれは、ヨセフを知ることができない、えー、他の王が出てきたときですね。ステージプトキ一章8節からを見るとそう書いていますよね。ヨセフのことを知らない、新しい王が出,出てきてから苦しみ始めたわけです。 その結果、とても苦しくて神様の前に叫ぶようになりました。このような状況を作られたのも神様だったわけですよね。苦しみ、悲しみが神様から来た祈りなさいという信号であるわけです。メッセージなんですねなぜならば神様の救いの働きが始まるその時期が近づいているからであるということを示しているわけです。使徒行伝 7章17節になりますね一行で7章17節を見ると神がアブラハムに対して立てられた約束の時期が近づくにつれと語っています。アブラハムの子孫イスラエルの人々が違法人のその国で、えー、苦しんでそして、出エジプトをするときエジプトから出る前にですね、えー、その直前に起こったということです。 神様が約束されたその約束が成就する時が近づいたということです。ですから、その時期が近づいているからこそ神様は苦難を与え、苦痛を与え、祈らせたわけです。そして神様の祈りによって応えられ、救われ、カナりの知恵と導いてくださったわけです。これが神様の驚くべき説理なわけですよね。 計画なわけですその時は苦しく悲しいかもしれませんけれども、振り返ってみたらですね、それが祝福なわけです。四純節というのは、断食をしながら、イエス・キリストの苦難を思い浮かべながら、私たちは祈るチャンスが与えられているわけです。このような苦しみや悩みを通して祈るよりも、 私たちはこの時期にですね、自分自身を低くして祈りながら歩まなければいけません。祈りを止める、祈りを止めるえ誘惑は何かというと傲慢であります。傲慢な人には神様は必要ないわけですよね。神様を求めたりしません。自分自身をえ求めるため、自分自身を信じるために祈らないわけです。しかし神様の説理は私たちを 祈るるることがでできるようにすすわけですそれが神様から与えられる大きな祝福のうちの一つです。ヘブル語で祝福という単語がバラクですね。バラクと言いますけれども、これは祝福という意味があります。このバラクという単語のえ語源を見るとですね、ひざまずくという意味があります。ひざまずく。 聖書では祝福というものなんですか神様の前にひざまずくことが祝福であるということです日曜日、教会に集って礼拝を捧げるときひざまずいて祈るのが一番大きな祝福であると語っているわけですね歴代詩毛33章12節から13節を見るとこう書いています彼は悩みに会うに及んでその神主に願い求めると語っていますね 国に会うから主に願い求めました。そしてその先祖の神の前に大いに身を低くして神に祈ったので神はその祈りを受けられその願いを聞き彼をエルサレムに連れ帰って再び国に望ま,ませられた。これによってマナセは主こそ誠に神にいますことをと悟ったと語っていますね。これは南ユダ、ユダ王国の、えー 一番、えー、極悪な王だというマナセについて語っている内容であります。このマナセの,その苦難は何かというと、アシリアが国を攻めてきました。そしてその王をです、ねえー、捕まえてアシリアに連れていくわけです。その時にですね、謙遜に神様の前に祈り始めました。そしてその祈った結果、神様は その極悪な王であるそのマナセの祈りにも答えられたわけです。これだけ見てもですね神様は私たちの祈りを聞きたいと願っておられるということです。祈りを待っておられるということを意味しています。極悪なようなこのような王もですね祈るときに答えられました。私たちの祈りも同じように神様から聞,き聞いてくださるわけですね。答えられるわけです。 私たちの祈りを全て聞き入れてくださるのが私たちの神様であります。その時にまた、マナセは信じるようになったわけですね。ですから、祝福なんです。苦難が、そのマナセにとっては祝福になったわけですよね。もしも苦難がなければ、またもしも捕まえられなければ、救いは与えられなかったでしょう。詩篇50編15節を見ると、 苦難にあった時ですから悩みの日に私を呼びなさいと私はあなたを助け私はあなたは私をあがめるであろうと語っています苦難の日に悩みの日に祈りなさいとそうすれば私はあなたを助けるとその結果あなたは私をあがめるとまた周辺の人々も神様は生きておられる方だとあがめるようになると語っているわけです 大きな三つ目です苦難は自分自身の真の姿を見せてくれます苦難は自分自身の真の姿を見せてくれるわけですねどういうことでしょうかエレミヤ17章9節を見ると心はよろずのものよりも偽るものではなはだしく悪に染まっている 誰がこれをよく知ることができようかと語っています、ね。心はよろずのものよりも偽るものであると。心はそのように、この世の中、宇宙万物の中で一番偽りが多く、また悪に染まっているのが人の心だと語っているんですね。その中で誰がこれをよく知ることができようかと語っておられます。自分自分身も、 自分自身も自分の心の中にある偽りと悪をしっかりと見ることができないと悟っていないということを意味しています元牧、えー、先生がよく言われた、えー、例が例えがあるんですけれども大きな、えー、ドラム缶にですねゴミが、えー、入っているわけですそして水が、えー、雨が降ってですね そのドラム缶に水が、えー、溜まるわけですよね。そしてゴミは下に沈まります。上から見ればきれいにきれいな水に見えるわけです。しかしその水を飲むことはできますかしかしその水の中にですね、えー、棒,を棒を入れて混ぜてみたらどうなりますかすべてそのゴミや塵が。えー 泥やそういうものが全て上に上ってくるわけですよね。それが人間の心だと言われました。私たちの心の状態がそうだということなんですね。普通だったら普段はきれいに見えるわけです。しかし深くの沈んでみれば、深く入れば入るほど、けがれて偽りのある心の中であると語っています。私の顔見てください。どうですかかっこいいですか えー、私は優しいと誤解されるんですけれども私はそんなに優しくないように思い,ように思います皆さんも同じですよね皆さん美しくまた、えーか,しえー、かっこよく見えるわけですよねしかし深く入れば入るほど私たちの心は汚れたものでありますそれが人間の姿なんですね苦難や悲しみ、えー、いろいろな問題が出てくるとですねそのぼっこで かき混ぜるとすべての,その心の中の,の底にの、えー、沈んでいたものが上に上ってくるわけですよねしかしこの苦難も祝福であると語っていますエペソエペソ5章13節を見るとしかし光にさらされるときすべてのものは明らかになると語っています すべてのものは明らかになる晒されるときですね、さらされるとき。私たちが隠すれば隠すほど光に照らされることはないわけです。裁きの対象になってしまうということです。ですから私たちは苦難を受けるとき、その苦難によって私たちの心の中がですね、混ぜられて、すべての沈んでいたものたち、ゴミがですね、上に登ってきて光に照らされることができるわけです。その照らされることによって、 私たちは癒され、私たちは変化をなすことができるようになるわけです。私たちの暮らしが変わるわけですね。ですから、それが祝福となるわけです。キリスト教の始まりは何でしょうか私は私たち自身が罪人であることを認めて、また告白することであります。その告白をする瞬間に、 えー、もうこれ,これで半分以上ゴールに向かっているわけです。自分自身をあざけるなと、あざむけるなと、自分自身に意地悪なと語られました。鏡を見ながらどう考えますかあ私は良い人だ、良い人だと言い聞かせるわけですよね。しかし、そうするなと語っています。苦難を通して自分自身のそのまことの姿をですね、しっかりと。 確認して見ながらですね。神様の前に自分を低くして神様にすべてを委ねなければいけません。そうするときに神様は私たちを神様から見られるときに良いものとして用いてくださるわけです。大きな4番目です。苦難は私たちを何ら欠点のない完全な出来上がった人としてくださいます。欠点のない完全な出来上がった人としてくださると語っています。 ヤコブ一章二節から四節を一緒に読んでみましょう。ヤコブ1章節節から4節を一緒に読みましょうここを見ると、私の兄弟たちをあなた方がいろいろな試練にあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。あなた方の知っている通り、信仰が試されることによって忍耐が生み出されるからである。 だから何の欠点のない完全な出来上がった人となるようにその忍耐力を十分に働かせるが良いと語っています。ここでえ苦難、試練と出てきますよね。試されること。その試練にあったことによって忍耐を生み出し、忍耐によってその人は欠点のない完全な信徒となると語っています。ですから神様が 愛する信徒皆さん一人一人に与えられる試練苦難というものは何の意味もないものではないということですその試練が私たちを完全な欠点のない完璧な信徒として作ってくださるそういう過程であるということを示しているわけです。詩篇119編67節を見ると「私はえ苦しまない前には迷いましたしかし今は御言葉を守ります」と語っていますね。 119編,編67節また71節にも苦しみにあったことは私に良いことですこれによって私はあなたの起てを学ぶことができましたと語っていますねまたヘブル5章八節を見てもイエス・キリストは神様の、えー、御子息子でありますけれども神の御子であられたにもかかわらずさまざまな苦しみによって字を学ばれたとヘブル5章八節に記録されています イエス・キリストもこの苦難を通して十条を学ばれたと語っていますね。また、第1テサロニケ第一テサロニケ5章23節を見てもこう書いています。第1テサロニケ5章23節を見ると、どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体と完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められることがないようにしてくださると語っています。 主が再臨されるときに私たちの心と体と霊が全て完全に守ってくださると。全く清めてくださるということです。全く決定のないものとして、完全なものとしてしてくださると。私たちが試練を受けるたびに私たち自身をですね、主の再臨を受け入れることができる信徒として変えてくださると。成長させてくださるということです。 主の再臨を迎え入れることができるように準備してくださるのが私たちに与えられる試練なわけです。では私たちはある人はこう考えるかもしれません。私がどうやって完璧になるんだと人は完璧ではないという人がいるかもしれません。しかし神様が考えておられる完全なもの、完璧なものというものは人間の考える欠点とかそういうものとは全く違うわけですね。 例えば、自然を見てみても同じです。自然を見ると、その中でもま、えー、っすぐなものはありますか自,由自然の中に完璧なものはありますか、えー、完璧なものというものはないわけです。人間が考えているのがものそのようなものなんですね。人間の考えとは違うわけです。 皆さん神前よ、自然のものよりも、自然よりも美しいものは作ることはできますかできませんよね。山々を見ても、海を見ても、自然を見るとですね、とても美しいわけです。その松の木を見てもどうですか何億するその松を見てもですね、美しいと言われるの、価値が高いのはですね、 ままっすぐな木ではありません風にまた雨や雪に苦しめられて行ったり来たりあちこちに曲がりくねったそういうえ木に見えるにもかかわらずそれが美しく見えるわけですよね人間の目には一番高い木がそういう形をしているわけですそのような木が私たちのような人であるということです 人そのように私たちも各自が自分自身を見ると欠点が多いと思うかもしれません過去にいろいろなえ恥ずかしいこともあったかもしれません首都パウロも牢屋に行ってきたわけですよねまたパウロにはえ苦しみがありましたまた病気がありましたいつも病気があって目からえやん 出てくるわけですね垂れ,る垂れて、うん、そしてパウルはですね他の人の病気は治しても自分の病気は治すことはできませんでしたそれで神様に向かって3回祈りましたよねしかし神様は何てお語られましたかあなた,があなたに与えられた恵みは十分であると その病気も神様の恵みだと語られたわけです。なぜですかその病気がパウロを謙遜にしたからです。神様に死体を求めるようにしたからです。ある面から言うと欠点なわけです。しかし神様から見るときにはそれは欠点ではなくそれがパウロを美しくする、完璧なものとしてくださる。 恵みであっったと語っています恵みであったとシト・パウロ、傲慢であれば傲慢になれるようなそういう人でした。タルソーの大学を出たものでした。ハーバードみたいなものですね。そこでカマリエルという人の弟子です。カマリエルは有名な学者であり、国会議員でありました。その弟子なんですね。また、パリサイ人であり、 立法には欠点のないものでした。また、ベニヤミン部族です。サウル王の子孫なわけです。ですから王族でありました、王族。欠点がない人がパウロでした。完璧に近い、そういう背景を持った人がパウロなんですね。しかし、そのパウロをイエス・キリストを信じさせ、多くの苦難と苦しみ、悲しみ、また目で見える、この 病気によってですね彼を低くして違法人の人と作り上げたわけです。用いてくださったわけです。それでガラティア6章17節を見ると何て語っていますかその病気がイエスの夜勤を身に帯びていると語っています。イエス・キリストの夜勤、痕跡であると語っています。人間の目で見れば欠点,のあり欠点であり、病気であります。しかしそれが 私たち自身を全くものと変えてくださるイエス・キリストの役員でありイエス・キリストの、えー、痕跡であると語っているんですね苦しみを通して神様の前に祈るようになり涙を流しましたそれが美しさであったと神様から見られる時に私たちの美しさなわけです美しい信徒として 芸術作品として作ってくださる働きだったということを語っているわけですね。愛する皆さん、皆さん頑張ってください。今、コロナであったり、いろいろな状況の中で苦しく悲しい、辛い状況の中でやります。健康も、また子どもたちも学校に。 行かせようかどうしようかと迷うわけですよね。いろいろな、えー、悩みがあります。また、えー、アメリカに来て移民の生活をするときに多くの苦しみや辛さがあるわけです。しかし、すべてのその苦しみ、悩みもすべて神様から与えられている祝福であるということを信じてください。このようないろいろな問題を通して私たちを神様の芸術作品として美しく。 美しいものとして、えー、作ってくださっているわけです。ですから、試練を受けるたびに、に神様の前に喜んで感謝する皆さんとのことを願います。結論的に、四旬節はイエス・キリストの、えー、悲しみの家に導く、えー、期間であります。40日というのはイエス・キリストの死と苦難について考えるじ時間でありますよね。 イエス・キリストのその葬式に行くのと同じなわけです。しかし、イエス・キリストの葬式に行くことは、えー、宴会の家に行くよりも、えー、勝ると語っています。この悲しみの家に行くのは祝福であります、私たちにとっては。なぜならば、イエス・キリストの、えー、悲しみ、葬式に行くと、私たち自身の葬式となります。 イエス・キリストが十字架にかけられたように、それを信じると、私たち自身の過去の自分自身が十字架にかけられるのと同じなわけです。ローマ6章4節を見ると、すなわち私たちはその死に預かるパプテスマによって、彼と共に葬られたのである。それはキリストとが,キリストとが父の栄光によって死にの中から蘇らされたように、 私たちもまた新しい命に生きるためであると語っていますね。ローマ6章4節です。イエス・キリストが十字架でかけられましたけれども、その十字架の死が私たち自身の、えー、死と同じであると、私たちも彼と共にイエス・キリストと共に葬られるわけです。そしてその結果、私たちもイエス・キリストと共に復活に預かることができるわけです。愛する皆さん。 この四純説をしっかりと守られて、一生懸命祈る中でですね、私たちの、えー、人間的な面はすべて十字架にかけられて死に、私たちが新たなものとされて、新しい命を得て復活する皆さんとなることを忍びのもて祝福します。祈ります。愛する父なる神様、感謝いたします。 今日も私たちの足を主の宮へと導いてくださり神様の前に出てひざまずき祈り礼拝を捧げることができるよう導かれ心から感謝いたします父なる神様今日も与えられた御言葉を通して苦難が私たちに有益なものであり私たちに祝福であるということを悟りましたこの御言葉を信じてこの四旬節の期間自分自身を 低く謙遜なものとし断食をしながら祈りながらイエス・キリストの死とともにイエス・キリストの復活に預かる信徒となることができるよう祝福してください私たちの過去の苦しみ悲しみ痛み多くの傷があったとしてもそれが神様の求めておられるその美しい芸術作品として完成されることができるよう導いてください 神様に喜ばれる信徒として歩むことができるよう祝福してください。また、恵みによって私たちを守ってくださり、いつも共におられて、すべてが益となることができるように導いてくださることを信じて、イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。